まずちょっと話して、話、1個、2個だろう。アークデーモンのスカートは2個だろう。それは渋るな、渋るな。はい、腐った死体プリースグリーンシザー、 あいつか、テンション低いやつだ。スライムタワー、ドラゴスライムか、レム号だよね。ここはレム号かな。いや、レム号だな。ここレム号作る。コールドスリープ、ザラキ、なんかパッとしない、スキルがパッとしないな。守備アップ、これと、じゃあ守備アップこれでいいや。はい、レムゴー、ゴーレム連れて行きたい。カイザードラゴンいいか。カイザードラゴンね、あんまし強くないんよな、見た目ほど、見た目ほど強くない。まあ実際スキルはめっちゃいいんやけどね。ギガキラーついてるし、ギガボやし、瀕死回心威圧もあるしね。なんか惜しい、惜しい。一匹連れていける、プリストナイト、よし。ゴーレムって2マスモンスターじゃなかったっけ。1マスだったっけ。ここにこうちょっとちっちゃい。ゴーレムなんかちょっとちっちゃいよな。どうした、子供かお前。まだちょっと小さめ。それじゃ町は守れんぞお前。メルキドの守り神やろ、小さすぎるだろ。どうやってメルキド守んだこれで。クエスト、あと4件。モーモンを探しすべて倒、あ、オッケーオッケー、3箇所ね。はい、まあこれもサクッとね倒していきましょう。あ、けどなんかこのゴレムのなんか動きといい、この足音ってなんかいい感じ、わかる、このいい感じだわ。うん、乗り心地よし身軽かお前、岩のくせに、岩のくせに身軽か。スーパーロボットかお前は。スパロボとかに出てきそうだもんな。なんかこれいた、倒そう。あら、かわいい。ああ、かわいくない。レオソード。レオソードじゃないか。作戦変更。ガンガン。ガンガン。いけ。駆逐しろ。ピオラ。16。そこそこ火力あるね。一撃ではない。200ぐらいあんのかな。200あるかないかぐらいだね。マリース、やめて。優秀、いいわ、素早さぐらいやるよ。おー、かー、ナイス。
勝ったね。楽勝です。決めろ。 OK。 経験値うまし。あと2箇所です。どこだ。無駄に遠い。無駄に遠いぞ。これ乗ってったら早い。飛び方、おい飛び方よお前。その腕なんとかならんか。それあ、リアクター反応あり。あった、リアクター反応発見。アークデーモンで空飛んでたらこれは見つけられなかったわ。まばゆいリング、じゃあにんまり。あ、守りの指輪もそういえば拾ってたね。これはゴールドアップショー、お金がもらえる系。ちょっと適当につけておこう。よし。あそこだ。聞いたよ。倒します。ちげえ。弱い。よし。ザラキ覚えてたらな。ザラキやったらもっと確率上がんのにな。その本編行ってももう速攻腐った死体作ろうえて、速攻作ってもザキバ、あー命令していない。デリー、はい、レベルアップ。スキルポイントがもらえない。はい、じゃあ戻ります。宝箱ないかな。ちょ、電電流スカウトしようかな。スカウトしよう。はい。あは25% 引く。電電流スカウトしにくいんだ。ちょっと待って、なんか宝箱あった。超命の木の実、これはわからんべ。ここにいたさ、電電流をスカウトしようとしたらさ、スカウトできなかったんだけど、奥に宝箱がありました。これは、ちょ待って、超命の木の実。これみんな見つけてないっしょ。これ、HP が100上がるって。これ保留。いいものは保留。やっぱいいアイテムってさ、使いにくいよね。うん、エリクサーとか、最後まで取っとく派だからさ、えて。エリクサーとか基本使いたくない派の人間、本来は。普段だって裏でやってる時とかさ、傷薬とか使わないでポケモンセンターまで帰るもん。こうやって実況撮る時はさ、やっぱそんな戻ったり行ったり来たりすんのがさ、時間食うからさ、あれ使ってるんだけど、本来は戻る派だから最後まで使いたくない派なんよ。実は隠してたんやけど、ごめん、これ秘密、恥ずかしいから秘密にしてたんだけど、実はそうなんや。あと3件言わんでね、みんな黙っとってね。南国の王冠というものを入手して、王ぐらいの要塞の屋上にいるノッテューラに届けてやることである。いいよ、南国の王冠だって。
ちょっとレアリティ高そうだね。寝る。あーちょっとあれだな、あと5分か。あと5分で1時間になっちゃいそう。いや5分ありゃいける、5分ありゃいける。南国の王冠ぐらい。ちょ待てよ、南国の王冠のちょ甘えてたわ、さすがに。あの毎回出してくるとは限らんのね。すまんすまん。な、うん、どこにあんの、どこにあるんですか。南で、南ね、もしかしてあそこか。あったあった。ちょここも使いすぎやろ。ちょっとドラゴン置いたりなんか、ここちょっと使いすぎやぞこの場所。確かになんか、なんか奥にはいい立地だけど、ここちょっとさ素直すぎるわ。それはそれはちょっと素直で、あそこのてっぺんだね。ちょあそこの真ん中にさ、ちょっと、ま、真ん中行きたい。ちょあれ絶対リアクター反応あるわ。ちょ見つけた、見つけた、エテは見つけました。これ多分みんな知らんし、みんな知らない。あーあああここ絶対みんな知らん。ここうわうわー、マジであった、マジであったわ。やべやべっぞ、やべんだ。ん？ん？ここが、ステルスボックスあった。あーだすし、パワーバングル攻撃だね、言わずもがなだわ。攻撃アップだ。もうない、もうない。怪しい、怪しい。エテを騙せると思うなよ、そんな簡単に。そう簡単にエテが引き下がると思うなよ。ん？コア。世界の中心に存在する天体。データ不足につき詳しい。何あれ？かやば？かやば明彦が作ったやつじゃないあれ。なんだっけあれ？ LOL じゃなくて。ALO ザ・シード、アインクラッドだ。アインクラッドがあるじゃねえか。アインクラッドだ、取ってきました。もしかしてオイラに南国の王冠を届けてきたっちょ。南国の王冠を渡しますか。はい、受け取ったっちょ。届けてくれてありがとうだっちょ。ちょっと勝利あげるっちょ。重力の使い手、グラビド、グラビガ、グラビでグラビガか、クエイクか。重力、スキル、ベタン、ベタドロン。ベタンってさ、ベタンって確かなんか割合ダメージじゃなかったっけ。8分の1とかそんなんじゃなかったっけ。あれ違うか。なんか新しい呪文が出るたんびにさ分からなくなる。やっぱさ古い人間だから。こう見えてもう27になるわけで、やっぱギラとかヒャドとかしか分かんないから、なんか最近の新しい呪文についていけてない自分がいる。特にベタンとかそこらへん、あのドスモアとか結構ついていけない。ザッシュ
はい、1個。うん、よし、じゃあ1回ちょっと区切りますね。うん、ちょうど1時間、1時間1分36秒ちょっと過ぎた。はい、ではね、1回区切ります。またあと2件か3件かやっていきますので、よろしくお願いします。はい、ではご視聴ありがとうございました。